写真拡大。日本ハムで2000から2005年に助っ人として活躍したカルロス・ミラバル投手が1日、ツイッターで投球練習の動画を公開した。46歳となった今年も最速144キロをマークしたという右腕は、自身の真後ろから撮影された貴重な映像を投稿。すぐにでも NPB 復帰できそうな投球を披露している。ブルペンで真後ろから撮影された迫力ある投球練習の動画で、ミラバル氏は通信。室内練習場には心地よいミットの音が響く。46歳とは思えない力強いボールだ。現在、一般社団法人。日本プロ野球外国人 OB 選手会の代表理事を務めているミラバル氏。4月28日には日本ハムの本拠地札幌ドームを訪れた。日本ハム退団後、米独立リーグでプレーしてからパーソナルトレーナーなどの仕事をしていたが、手術した肩の状態が良くなったため、15年にカナダで現役復帰。今季はプエルトリコで投手兼コーチとしてプレーしており、今年の最速は144キロ。そう話したら、みんな驚いていたよと話していた。ツイッターで投稿された動画を見ると、その言葉に偽りがないことがわかる。フルカウント編集部。